はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、国際協力の中でも女性の自立支援であったりだとか個人支援をされていらっしゃる三上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、はい、私はアルマという団体をしている三上由美と申します。平日は大学病院の小児医療センターで病棟の保育士をしておりまして、以前は乳児院といって赤ちゃんたちを公的保護する施設で働いておりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。僕自身が本当に医療業界は詳しくないんで、はい、そもそも乳児院から何なのかっていうところを聞きたいんですけど、はい、とはいえちょっとまず先に聞きたいのは、はい、海外とかそういったところに興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、はいはい、そもそも海外はいつから興味をお持ちだったんですか。子供の頃からいろんなところを見て興味があったのと、はい、大人になってからも今度は自分の力で行ってみたいところにどんどん出かけてみたのがきっかけなんですが、はいはいはい、同居してた祖父母が、日本ってすごく狭い国だからもっともっと世界のいろんなものを見て経験するといいよっていつも言ってくれていて、はい、あ、でもすごいですね。でそれに行きたい私を両親も、はい、まあ、家族も行っておいでっていつも心よく出してくれてたって感じなんかすごい稀な家族な気がします。あのむしろ僕今まで聞いてた経験とか自分の考えとかも言うと、あんまり海外には出したくないみたいな、出なくても日本でいいじゃんみたいな方もいらっしゃるかなと思ってて、逆だったんですね。そうですね。なのでこの景色が見てみたいとか、はい、オーロラ見たいと思うと、うん、予約して早速見に行ってみるみたいな。いや、そうなんですね、はい、ちなみに一番最初に海外に行った国ってどっか覚えてます？韓国です。あ、韓国なんですね。母と韓国に行ったのが初めてです、はいはいはい、実際韓国行ってどうでした？日本ってすごく綺麗なんだなって思いました。はい、逆に海外に出て日本の良さを知るみたいな形で帰ってきたってことですね。はい、じゃあもう韓国はまあ基本的には観光だと思ってるんですけど、はい、何日間ぐらいいらっしゃったんですか？多分その時は3日間くらいだと思います。なんか他の国多分いっぱいいろんな国行かれてるんですよね、うん、はい、多分ね。でその中で一番長い滞在した国ってどこかって覚えてます？ボリビアとか。ボリビア、はい、何しに行くんですか、ボリビアに？ウユニ塩湖の景色を見たくて、その後新月に合わせて行ったんですけど、星空とウユニ塩湖 の、 あの景色を見るために行きました。それはその時期に合わせて行きました。でもその時期ってやっぱり航空券とか高いですか？でも他の時期を知らないんですけど、 あまり一番いい時しかそこは狙ってないので、はい、その時って危険なこととかなかったですか？ガイドさんはスペイン語しか喋れなかったり、三上さんはスペイン語喋れるんですか？全く喋れないですとか、バスにドアがないとかはあるんですけど、はいはいはい、みんな捕まってるから私も同じように捕まって乗ってたら落ちないだろうみたいな感じで乗ってました。じゃあもう強に行っては強に従えみたいな精神です。あ、すごいな。でももともと海外好きっていうところを理解したんですけど、もう一点ちょっと視点を変えてお聞きしたいのが、はい、そもそも看護師さんですか？私ですか？はい、は病棟の保育士。保育士さん、はい、あ、なるほど。ちなみに乳児院の保育士さんってなんでなろうと思ったんですか？中学高校の時に夏休みとかに保育園のボランティアに行ったりとか、もともとは幼稚園の先生にちっちゃい時からなりたくて、幼児教育の道に進みたいって思ってたんですけど、その中でボランティアとかで希望してないけどいつも赤ちゃんのお部屋に配属させられてて、学生の時に家の近くに乳児院ができるんだけどどうって先生に言われたのがきっかけで、私自身が高校3年生の時に熱中症で1年間入院生活をして、熱中症で1年間入院ですか？そうですね、入院。それは結構ひどかったってことですか？あ、そうですね。おー、なのでその時に私よりも小さな子どもたちが病院に入院してて、はい、いつか子どもたちにそういう学校とか幼稚園に通えない子たちに入院の場でも楽しみを持ってほしいなとか、心のケアがしたいなって思っていたのと、子どもの関わる仕事っていうところでは乳児院は赤ちゃんにとってそこがお家なので、体調が悪かったりしてもそこで見なきゃいけないっていうところでは保育と看護の両方を学ぶことができるのでいいなと思って就職しました。はい、なるほど。そう
ういうことだったんですね。ちなみに乳児院っていうのは、うん、生まれた赤ちゃんがそこで住むところを乳児院というふうに言うんですかね。さまざまな理由はあるんですけど、うんうん、お家で生活ができない赤ちゃんたちっていうところでは虐待を受けたりとか経済的理由とか保護者の方の精神疾患とかいろんな複雑な要因が重なってるんですけど、うん、そこで公的保護される赤ちゃんたちのお家って感じですね。あ、そういうことなんですね。ちなみに1年間でどれぐらいの小さい赤ちゃんが入ってくるような感じなんですか。出入りは地域にもよるかなと思うんですけど、うん、日本全体でいうと3000人ぐらいの赤ちゃんたちが保護されてるって言われてます、はい。そうなんですね、はい、例えば激しい夫婦喧嘩で夜中や朝方突然警察に連れてこられる赤ちゃんが昼間にお家に帰れるとなれば帰るお子さんもいて、そんな短い子から年単位で生活する子もいるっていう中では出入りは本当に何十人っていう感じですけど。なるほど。ちなみに乳児院に入れる方っていうのは何歳から何歳までですか。法律上は0歳から6歳まで、はい、そうなんですね、はい、なるほど。でも発達が乳児さんでないと、乳児院の作りは赤ちゃんの建物なので、はい、ね、一般的な6歳の子がいたらとても危険という感じです。なるほど、そういうことなんですね、はい、ちなみに保育士さんじゃないですか、はい、乳児院の保育士さんと保育園の保育士さんって何か違いあるんですか、うんうん、保育園も生活の場ではありますけど、保育園は保護者の方がお仕事をしてて昼間そこで保育をするっていうところではありますが、乳児院は子どもたちにとってのそこがお家で生活の場なので、うんうん、お熱が出たりとか具合が悪くても帰るところは乳児院なので、そこでずっと看病もしますし、生活もしますし、はい、はい、ってことは保育士さんも24時間いらっしゃるってことですか。一人の職員が24時間いるわけではないですけど、まあ、そうですね、24時間、うんうん、そこで子供たちと生活するっていう感じですね。なるほど、うん、だから保育士さんが代わる代わりにはなるんですけど、そうですね、はい、だからシフトをもうシフトなると看護師さんとほぼ変わんないですよね。そうですね。そうなんだ。ちなみにそれで乳児院に入るわけじゃないですか、保育士さんとして、うん、実際どうでした、やってみて。私はすごく安易な感じで就職したんだなっていうのが、うん、あ、そうなんだ。私が背負ってる環境とか、はい、いろんなものを考えると、うん、私が考えているよりももっともっと重たいものを抱えているんだなっていうのをそこで初めて知りました、うん、なるほど。そういうエピソードって何かあったりするんですか。ちっちゃいながらに突然保護者の方と引き離されてで、うん、っていうところでは誰を信じていいか分かんなくなっちゃったり、目の前にいる人にこうしがみつくような恐怖の体験だったりとか、うん、なるほど。そういう子たちがわけもなく泣いちゃうとことかを見てると、やっぱり一般的な赤ちゃんとはちょっと違うかなと思うところもありますし。そういうことですね、はい、これなんか苦しいですね。それ仕事に就くけど、そうですね、この子たちの未来を考えるとこれでいいのかなって思って悩んだりしたこともたくさんありますね、うん、そうなんですね。実際どんなお仕事をそこの乳児院ではされる感じなんですか。子どもと一緒にご飯を食べたり授乳をしたりとか、はいはいはい、一緒に遊びに近所にお散歩に行ったりとかっていう、いわゆるちっちゃなお子さんのいるお家のお母さんたちと変わらない生活もしますし、はい、具合が悪かったら通院にも行きますし、うんうん、中には障害を持ってるお子さんもいるので、そういったお子さんのケアもしたりするっていう感じですね。なるほど、うん、その乳児院での働きがあった時に、うん、もっとこうしたらいいのになみたいな、うん、課題とか、まあ、日本としてのこれ社会課題なんじゃないかなみたいなところ感じるところありました、うん、スタッフは家が別にあるので、はい、帰らなきゃいけないってなると、ね、離れなきゃいけない時間があったりとか、うんうんうん、あとはやっぱり保護者の方が面会で会いに来てくれたりとかもするんですけど、うんうん、そうなんですね。はでも子供を預けなければいけなくなってしまった状況の方が電話をして、はいはい、予約をして時間に来るっていうのは、はい、とってもハードルが高くて、うん、今生活するのも大変なお母さんたちや、まあ、ご家族からすると、はい、そのハードルは今ちょっと避けたいってなっちゃうと、どんどん子供と会えなくなってしまうっていう現状が見てて、何かできないかってすごく悩みましたね。これ複雑ですよね。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとこの動画では三上さんが一番最初海外興味持ったきっかけっていうところと、うん、就職っていうところ一番最初何されたのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、次の動画では、はい、海外と保育士みたいなところを掛け合わせたお仕事っていうところで、はい、何やっているのかっていう部分をお聞きしたいなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。